護士さんの恋人、霊感みたいなのがあるって聞いたんだけど。ちょっと見てやってよ。そこに存在しない人の思いが見える、不思議な力を持つ青年深山。あんたみたいな息子がいればな。けれど、これあんたがほったらかしにしてた過去だよね。返すよ。保管しておいてやったんだ。あの場所に来ないことを深山くんが選択してたら、私に出会わずに済んだのに。おいで。深山くん、さっきまでいたのに。あなたは誰？彼の秘密が明らかになるとき、切なくも美しい結末が待っている。しおりさん、ごめん。本当ごめん。サイドバイサイド、隣にいる人。